浦賀港の南側入り口にある東明崎と東明堂。東明堂は神奈川県横須賀市の浦賀港入り口にあたる東明崎の先端に江戸時代に築造された和式灯台である。浦賀湾付近の空中写真画像右下の海に突き出した小さな岬が東明崎である。浦賀水道が右側に広がり浦賀港の入り口に東明堂が設置された 位置関係がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成転生18年の徳川家康の江戸城入城後、江戸を中心とした水運は急速な発展を見せるようになった。水運の発展に伴い、東京湾入り口に近く、浦賀水道に面する入り江である浦賀は港として大きく発展し、 浦賀港に入港する船の安全を図る必要に迫られた。また、浦賀水道を通行する船の増大は、夜間に浦賀水道を通過する船の安全策を講ずる必要性も高まってきた。京安元年、江戸幕府は浦賀港入り口の岬に和式灯台である東明堂を建設した。東明堂は、かがり火ではなく道内で油を燃やすことによって、明かりを得ており、 道内には、夜間は、東大守が常駐していた。当時は夜間に、明かりがほとんどなかったこともあって、東明堂の明かりは、対岸の房総半島からも確認できたと言われている。建設当初は、江戸幕府が東明堂の修復費用を負担し、当時の東浦賀村と浦賀港の星下問屋が、当家の費用を負担していたが、元禄五年以降は、浦賀港の星下問屋が、 修復費用も捻出するようになった。海に突き出た岬上にある東明堂は、台風などの暴風や大地震による津波によって、建物や石垣が崩されることがあった。しかし、東京湾を通行する船の安全を守る役割を果たしていた、東明堂は、建物が破損しても直ちに仮設の東明堂を建設し、明かりが絶えないように努力がなされた。明治2年。 日本初の洋式灯台である観音崎灯台が建設されたことによって、東明堂はその使命を終え、明治5年に廃止となった。廃止後も、明治27年内し明治28年頃まで、東明堂の建物は残っていたが、その後崩壊して石垣のみが残されていた。浦賀の東明堂は昭和43年に、横須賀市の史跡に指定された。昭和62年には、 東明堂とその周辺の発掘が行われ、翌昭和63年には、東明堂がある岬への遊歩道の整備と、東明堂の西側にあったと伝えられていた、考察上の発掘が実施された。そして、文献調査と発掘調査を踏まえ、昭和63年に、横須賀市は、東明堂の復元に取り掛かり、平成元年3月に復元工事は完成し、復元された。 東明堂とその周辺は現在は公園として整備されている。復元された東明堂。三浦半島は古代より相模と上佐を結ぶ海上交通の要衝であり、現在の横須賀市東部はリアス式海岸で船の停泊に適した場所が多かったこともあり、中世以降水運が発達するようになった。特に天正18年の徳川家康の江戸入場。 そして、慶長8年の江戸幕府の成立によって、現在の東京湾の水運は、飛躍的な発展を見せるようになった。水運の飛躍的な発達に伴い、東京湾を航行する船が通過する浦賀水道の重要性が高まり、浦賀水道に面する深い入り江である浦賀には、風町の船が多く集まるようになり、また星門屋などの商人たちも集まって、栄えるようになった。 そして、教法5年には、浦賀奉行所が設置され、東京湾港にあって、交通の要所である浦賀は、往来する船やその積み荷を検査する場としての役割も担うようになった。港湾としての重要性を増した浦賀に入港する、船の安全と、東京湾の入り口である、浦賀水道の航行の安全を図る、必要性が高まる中、江戸幕府は、慶安元年、 石川六左衛門茂勝と、野瀬小十郎頼高の指図のもと、裏側に、東明堂を建設した。海に囲まれた日本では、江戸時代以前から、夜間の船の航行安全を図る目的で、かがり火など様々な形式の明かりが沿岸部に、設置されてきた。江戸幕府の成立後、村海船、日垣海船などの発達により、海運が、飛躍的に発展する中、 夜間高校の安全性を高めるために、各地の沿岸部に和式灯台である、灯明台やかがり火を焚くかがり屋が設置されるようになった。例えば、東京湾周辺では、浦賀の灯明堂以外に、城ヶ島にかがり屋が建設されたが、当時建設された多くの灯明台は、神社仏閣の上野塔がその役割を果たしているものが、多く、浦賀の灯明堂は、 神社仏閣の常夜党ではなく、宗教職が全くない施設であったことが、特徴の一つとして挙げられる。浦賀の東明堂は、浦賀水道を航行する船と浦賀港を利用する、船の航行安全を図るために、江戸幕府が建設したという経緯から、当初修繕などの維持費用は、幕府が負担していた。一方、建設当初は、菜種油。 その後、魚油を用いた東苗の燃料代と東苗堂の東台種については、当時の東浦賀村と、寛永19年に成立した浦賀の星下問屋が受け持つことになっていた。ところが、元禄五年になって、数佐の星下問屋が浦賀への新規進出を目論み、幕府に対して、 裏側への新規進出を認めてもらえたら運上金の納入と東明堂の維持費用をすべて負担すると申し出た。当時15件あった裏側の星家問屋は新規進出を阻むため同様の条件を幕府に提示し、上佐の星家問屋の新規進出を認めないように嘆願した。結局、上佐の星家問屋の裏側進出は幕府より許可されることはなかったが、 以降燃料代と灯台、守るばかりではなく東明堂の維持費用も、裏側の星かんやが負担することになった。三崎の先端にある東明堂は、台風などによる暴風や、大地震による津波によってしばしば大きな被害をこり、う無理老朽化に伴う修繕も必要であった。まず、京方八年には暴風によって、建物が倒壊した。そして、 文政12年には80両を費やした大修理が行われたものの、直後の天保3年と天保4年には2年連続台風に襲われ、建物ばかりではなく石垣も崩されてしまったため、234両を費やして修復が行われた。そして、安政元年には安政東海地震に伴う津波に襲われ、東明堂は大きく破壊された。 江戸時代の中期以降、浦賀で取り扱う、星化の量が減少していくようになり、星化ドニアの経営が厳しくなっていく中で、東明台の維持管理を担うことは大きな負担となったが、東海後には直ちに仮設の東明堂を設置するなど、浦賀の星化ドニアらは、浦賀港に入港する船と浦賀水道の航行安全に不可欠な東明堂の維持管理に尽力し続けた。 安政東海地震に伴う津波による、東海の直前である海へ6年のペリー艦隊の来航時には、浦賀の東明堂は、ペリー艦隊の航行の目安ともなった。そしてペリー来航によって、鎖国体制が終焉し、欧米各国などの船が、盛んに往来するようになる中、沿岸部の東明台などの明かりしかない日本の沿岸航行は、 大きな危険を伴うと認識されるようになった。明治2年、フランス人技術者レオンス・ベルニー設計の光源にレンズを用いた最初の様式灯台である観音崎灯台が点灯した。観音崎灯台の完成により裏側の灯明堂はその役割を終え、明治5年に廃止されることになった。灯明堂廃止後も、明治27年ないし明治28年頃まで、 東明堂の建物は残っていたが、その後崩壊して石垣のみが残されるようになった。東明堂西側の石垣。東明堂は、下部の石垣と上部の木造建物で構成されていた。上部の木造建物は、現在に残されている絵図から判断すると、上下二層で構成されており、上層で明かりを灯していたと見られている。また屋根は瓦葺きであったとされ、 工術の発掘時にも河原が検出されており、河原吹きであったことは明らかであるが、発掘時に検出された河原には、本河原と三河原があり、本河原吹きであったのか、三河原吹きであったのか必ずしもはっきりしない点があるが、発掘内容から見て、安政元年の安政東海地震に伴う、津波によって崩壊する以前は本河原吹きであり、その後の再建時に、 三河原武器となったと考えられている。なお発掘された三河原の中に関係を止めたものが全く見られないことから、東明堂の廃止後、使用されていた三河原は他の建物に手見用されたと見られている。東明堂の木造建物上層は紙面に鉄骨製の障子がはめ込まれ、鉄骨障子は銅製の網が張られていた。銅網が張られた鉄骨障子の内部には、 灯明皿が置かれており、油が燃やされて、明かりとなっていた。2層の木造建物を乗せていた石垣は、下端で約4.75.0メートル、上端で約3.73.9メートル、高さは約1.8メートルであった。石材は安山岩である伊豆石が全体の約8割以上を占め、残りの石材は、 根深川石や瀬戸内方面からもたらされたと考えられる見か石であり、これは江戸城の石垣に用いられている石材の構成と類似しており、江戸城追記時に余った石材を流用したものと考えられている。石垣の石石工法も江戸城追記で用いられた、現那から寛営年間に大成された切り込みはげ石垣という技術が用いられており、崩壊しにくい。 しまった石垣が構築されている。また石垣の東表と南面の一部は、西面と北面では見られない、石石の緩みが見られる。これは、安政東海地震による津波で、石垣の一部が崩壊して修復された際には、切り込み激石垣の技法を持たない職人が、修復作業に従事したため、修復部分に石垣の緩みが発生したものと考えられる。 裏側の東明堂は、四方から建物を支える控え柱が取り付けられている。石垣の四隅の対角線上に、安山岩製の礎石が設けられ、礎石に取り付けられた控え柱が東明堂本体の建物を支えていた。昭和63年から平成元年にかけて行われた東明堂の復元以前は、四つあった礎石のうち二つが残っていた。 この控え柱の礎石である安山岩は石垣に用いられている安山岩と明らかに違う種類のものであり、控え柱は、東明堂創建当時からあったものではなく、いずれかの建物倒壊後に建物補強のために新たに設けられた可能性が高い。昭和61年度度、横須賀市は石垣のみ残存していた東明堂の復元を目指し、教育委員会内に、 東明堂復元協議会を設立した。協議会ではまず文献の収集と残存していた石垣について調査を行い、東明堂は数回の建て替えが行われていたことと石垣については江戸城の石垣と同様の技法を用いて積み上げられていることが明らかになった。昭和62年度度には東明堂復元のためのデータ収集を目的として 東明堂とその周辺の発掘調査を行うことになった。昭和62年6月15日から26日にかけて行われた発掘調査によって、海側である東側を中心に、標高が低い基礎部分には森土を行った上に、叩いて固めるといった整地と基礎工事が行われた上で、石垣が構築されたことが明らかとなった。また、東明堂北側からは、 本河原や陶磁器が大量に検出されている。これは安政元年の安政東海地震以前に東明堂で用いられていた本河原と東明堂の備品であった陶磁器類が東京湾入り口である南側からの津波によって北側に建物が倒壊したために集中して本河原と陶磁器類が検出されるようになったものと考えられる。検出された陶磁器の中には 皿や、鉢類の他に豆苗皿片そして火鉢の一部と見られるものがあった。火鉢は、陶器の夜間に、灯台酒を行う際に弾を取るために用いられたものと見られている。豆苗堂本体とその周辺の発掘後、昭和63年7月6日から13日にかけて、岬の先端部にある豆苗堂への遊歩道の整備に伴い、 かつて考察場があったと伝えられていた、東明堂西側の発掘が実施された。この時の発掘では、考察場の考察を立てていたものと見られる、岩盤をくり抜いた柱穴が2つ検出された。数回の建て替えが行われたことが明らかとなった、裏側の東明堂の復元に際し、いつの時期の東明堂を復元するかについて議論が重ねられたが、 各種資料が最もよく残っていて復元作業が最も容易であることなどから安政元年の安政東海地震の津波後に再建され明治5年の廃止に至った最後の東明堂の建物を復元することになった復元にあたって昭和63年4月から張ったトールが作成した東明堂の復元図をもとに設計が開始され設計をもとに基礎工事 部材の組み立てと進められた。平成元年3月に復元工事は完成し、東明堂周辺も公園として整備された。復元された東明堂は神奈川県が平成13年に選定した三浦半島発見に東大の基範として選ばれた。ありがとうございます。